はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。エビが食べたい。でも甲殻類アレルギーだし、カロリーが高いし、エビって下処理が面倒だし、そんなエビへのハードルが高い人も安心してください。今日はエビじゃないエビをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。今日はまたしても面白いものを見つけちゃいました。今までに代替品の肉や魚、卵などを紹介しましたが、今回紹介するのはエビの代替品です。確かに世の中には甲殻類アレルギーなどでエビが食べられない人も多くいるし、需要はありそうですね。こちらは岐阜県にあるイビデン物産株式会社が製造する代替エビです。イビデン物産株式会社はカップ麺に入っているかまぼこや油揚げなどの具材を製造する食品メーカーです。こちらの商品はエビに見えますが、動物性の材料を使用せず植物性の材料で作られています。袋から出しています。原材料はエンドウ豆から抽出したタンパク質と、食感を出すためにこんにゃく芋から作った万南粉を使用してエビを再現しています。エビのような赤さはトマトから抽出したもので作られています。冷凍とフリーズドライのものがあって、今回は冷凍のものです。事前に冷蔵庫で解凍しておいたので、現在解凍された状態です。近くでまじまじと見るとエビじゃないと判断できますが、遠目に見たり料理に入っていたら見た目だけで偽物だと判断するのは難しそうです。見た目は生のエビっぽいですが、弾力は茹でたエビのようなプリッとした弾力です。ちょっとそのまま食べてみます。食感はエビっぽいです。味は1ミリもエビではないですが、むしろエビに寄せる気がそもそもないので潔がいいかもしれません。代替品あるあるで、味を似せようと思って中途半端に寄せて味が似ていないことがよくあります。そうではなく、今回の代替エビは見た目と食感に全振りして、味は無です。若干薄い塩味程度で、あとは味という味はありません。新しいパターンですね。それではこの代替エビを使って今日はエビフライとエビチリを作っています。まずはキッチンペーパーで水気を拭き取ります。塩コショウで下味をつけます。ボウルに小麦粉、水、卵を入れてバッター液を作ります。そこに代替エビを入れて全体を絡めます。次にパン粉で衣をつけます。熱した油で揚げていきます。揚がったらお皿に盛り付けて完成です。次はエビチリを作ります。ボウルで代替エビに塩コショウを振ります。ケチャップ、鶏ガラ、醤油、砂糖、酢を混ぜてタレを作ります。油を引いたフライパンでニンニクと生姜を炒めて、そこに代替エビを加えて炒めます。豆板醤を入れて全体に絡めます。ネギとタレを入れて全体をよく絡めて、水溶き片栗粉でとろみをつけます。ごま油で風味をつけて完成です。あとはお皿に盛り付けます。早速食べてみましょう。いただきます。今日はタイのサイアムワイナリーのスパイのバタフライキスを飲んでみましょう。ネーミングがなんかかっこいいですね。色は紫っぽい、なんだか怪しさのある色合いです。おしゃれなバーとかで出てきそうですね。スパイはワインをソーダで割ったドリンクで、他にも様々なフレーバーがあります。飲み方はそのまま飲んだり、氷を入れるのもおすすめです。ミックスベリーのフレーバーが甘く香ります。甘酸っぱくジュース感覚で飲めちゃいますね。冷凍のミックスベリーとかを氷代わりにしてもおしゃれでいいかもしれません。それではソースをかけてエビフライから食べてみます。味はエビではないけど、これはこれで全然いけます。つまみとしては最高です。ディップするソースを何種類か用意して楽しみたいですね。カロリーはバナメイエビの4分の1なので、フライだけど罪悪感も少ないです。食感はエビっぽいので、ビール3杯くらい飲んだ頃にはエビと感じていそうです。次はエビチリです。これもいいですね。エビチリってタレの味が濃いので、正直そこまでエビの味が目立たないですよね。なのでエビに味がしなくてもそこまで違和感を覚えません。むしろヘルシーで、これは好きな人もいそうです。飲み込んだ後にエビの風味がないのは少し物足りなさもありますが、料理としては全く問題ないです。味がないからこそアレンジ次第で色々工夫ができそうです。彩りとして使うのもいいですよね。サラダとかにかさ増しもできて満足感も得られるので、ダイエットなどにも強い味方かもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴
ありがとうございます。代替エビいかがでしたか？そのうちすべてが代替品だけでできた居酒屋とかできそうですよね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやってます。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。そして埼玉県熊谷市にホルモン島田4号店も新しくオープンしたので、そちらもぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。